新型コロナウイルスの感染が再び拡大しているロシアのモスクワで、市内の企業の従業員に対し、強制的にワクチンを接種させることが決まりました。ロシアの保健当局は15日、モスクワ市内で接客業などを営む企業に対し、従業員の6割以上にワクチン接種を義務付けると発表しました。 来月15日までに1回目を接種すべきと定めていて従わない場合は営業停止処分や罰金の対象になるとしていますモスクワ市内の公園です新型コロナの感染が急速に再び拡大していることを受け遊具はこのように柵で囲われ使用は禁止されましたワクチンの接種率がおよそ1割にとどまるロシアでは 新規感染者が1か月前に比べて5割以上増え連日1万3000人を超えています。